上京して5年が経った。芸人として食えていない僕は今日もアルバイトをこなし家へ帰るところだ。帰り道にある精肉店で今晩のおかずを買おうと思っていました。すいません、コロッケ2つもらっていいですか？ここのおっちゃんは少し怖い。120円、個人でやっているくせにしてはサービスもなく愛想も良くないのだ。ちょうどでお願いします。はいよ。いつものようにコロッケを買い帰ろうと思っていたその時、兄ちゃん。はい。そこのジュース持ってき。そこにはキンキンに冷えたジュースがありました。いいから持ってけ。あ、すいません。あ、いいんですか。じゃあ遠慮なくいただきます。助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。不愛想なおっちゃんの顔をよく見ると包み込まれるような優しい顔をしていました。今度ライブに誘ってみたいと思います。いらっしゃい。